はい、こんにちは。大変で。ヒューティーじゃなくなった。はい、ヒューティー、どうも、ザグアです。せっかくなんで、明るくしようかな。今日はですね、海鮮買ってきました。はい。スルメイカ。とびっこです。はい、とびっこ。とびこれで、とびっこおにぎり。で、こっちで、イカ焼き。で、エビの天ぷらにして、牡蠣は、アヒージョ。レッツゴー。まず、イカです。ほんとは丸々入れた方がかっこいいじゃん。うん、けど、まあ、なんかちゃんと、はい、これが精子。これ、イカの精子らしいよ。へぇ、はい、目ん玉出します。おぉ、キュルン。うわぁ、なに、初めて見た。なにが、ほぉ、はい、目ん玉出すよ、指で。ほら、目ん玉出すよ。ほら、ほら、目ん玉出た。ほぉ、ほら、目ん玉でっかめん玉。こっちくちばしあるから。そうなんや。そう、このくちばしもくってくる。え、すごい、くちばし。はい、これくちばし。はい、続いてじゃあアヒージョお願いします。はい、今回のアヒージョはこちらの牡蠣を入れますんでね。え、最高や。そう、牡蠣のアヒージョです。よし、はい、アヒージョに使う用のマッシュルームを切っときましたんで。ありがとうございます。はい、次は天ぷら用のエビちゃん仕込みます。アヒージョ担当頑張ります。うん、アヒージョ担当頑張って。はい、エビの皮を剥き終わりました。今日の天ぷらはこいつとゲソ大葉です。はい、さあ天ぷら揚げていきましょう。大葉大好きなんですよ。大葉も俺のこと好きらしいけど。そうだ。そうらしいよ。言ってた。うん、なんか聞いたことある。毎日好きって言ってってた。ええ、大葉がめっちゃ可愛いやん。そんなん言う子なん、大葉って。そうだよ。うわ、危ない。ほら跳ねるんすよ、イカは。あちぇー。大葉は薄くていい。片面だけでいいな、大葉は。とりあえずこんな感じでいこうかな。はい、男の天ぷら完成。はい、持っていって。はい、はい、アヒージョに使うのは神戸屋のパン。はい、バケット焼きます。はい、海苔も入れます。ごまも入れます。なんだこの色、ほんまに。入れます。いいよ、全部入れちゃおう。いいね。じゃあ紹介します。はい、天ぷら、とびっこおにぎり、パン、アヒージョ。はい、いただきます。どっちで食べたら美味しいかな。あれ、イカ焼くのは。お、忘れてた。今から焼こうか。一回ちょっとイカ食べようか。いただきます。いただきます。うん、うん、うまい。うまっ。はい、というわけでちょっと遅れましたが、イカ焼き。もうちょい焼きたかったけどね、お腹減ってるんでしょうがない。いただきます。いただきます。ちょっとしょっぱいかな、これ。うん、うん、でもイカ焼きの味するね。生姜効いてる。うん、うん、イカ焼きのせいで白 T が意味わからん。和洋折衷。確かに。天ぷらにアヒージョ、イカ焼きに和洋折衷じゃない、韓国来やがった。イカ焼き何？日本じゃない、韓国も洋風ってこと。洋風に入る。洋風に入るか。入るか。洋風なん。韓国って何風なんやろ。韓国和とかなんて言うやろな。和洋中韓。韓。あんま美味しくないよ、全体的に。え、美味しくないって聞いても。美味しくないね。え、どこが。もっと美味しくできる。何問題点。何、米硬い問題。え、自分硬いの好きやもん。あとは文句あるなら言って、うちに。天ぷらもっと衣薄くていい問題。薄く、これより薄かったらもう店出せばって感じになるや。落ちってこんなもんか。うん、うん、
うまっ。あ、うまって言っちゃった。もうビール飲んでやろう。沖縄のやつ。何色？ゴールド。いただきます。うん、うまっ。うめえ、うん、どう？めっちゃうまそう。飲んでたでしょ、うん、飲みたくなった、うん、なれよ。うまそうって思われようとしてる気持ちが見えてる。やっぱそういうのってバレるんでね、うん、気をつけてください。何日からみんな学校始まるんだろうね。9とかてか、新入社員いつから入社するんだろうね。5とかじゃん。え、もうすぐ憂鬱かな、みんな。はぁ、新しい生活やって。え、ワクワクしない？新しい生活って。うちは一応、もう4月の頭から一人入ったからね。あ、そうなの。で、4月の3日から俺がいろいろ教えに行かないとダメだから、うん、講習ですね、新入社員の。緊張してんのかな。緊張してないよ。すごくない？面白くない？ポップアップにさ、履歴書持ってきてさ、あの、私のこと雇ってくださいって言って、千と千尋みたいな、うん、展開で。え、最初何？ファンの人やったの？そう。なんかこう、その子就職のことについて考えてたんだって。うん、ずっと、まあ、3年生、去年の話は3年生だったとかかな。どういうか会社に入ろうかなと思ってて。けど、なんか自分で何かを作り上げたいって思ってたらしいの。うん、その時に、はっ！身近にいるじゃん！佐久間くんじゃんってなったらしい、帰り道に。で、その次の日にポップアップ来て、履歴書持ってきて、私のこと雇ってくださいって履歴書もらって、履歴書見たら結構良かったからおもろいと思って、1年間ちょっと、まあいろんな仕事一緒にしながら、社員ってわけじゃないけどバイトみたいな感じで一緒に仕事しながら、ついに4月から社員です。おめでとうございます。おもろいよね、うん、ちゃんと仕事するやん。しかも頑張ってほしいね、本当に。まあ、全ての人をさ、そういう風に雇うわけではないけど、まあ、タイミングよ。そう、全ての人を雇うわけじゃないけど、まあ、タイミングが良かったね。てか、もう25歳だよ。まだ？もうだよ。まだやん。まだ？でも、これ、今日、俺はもうアラサーでしょ。うん。アラサー？え、自分が30歳だったらどんな風になるんだろう。変わらんやろな、今。ああ、そっか。冷めたやつだ。30まででもこんな自由やったら困るな。なんで？俺が？うん。なんで自由が嫌なの？自由と書いてサグワじゃないの？キモ。サグワと書いて自由と読む。こんな自由な人恨んで。え？褒められてる今。うん？褒められてる？両方。ああ。自由は素晴らしいですからね。で、自由っていうのはやっぱ責任がね、ついてきますから。そうやで。この前ついに俺に GPS つけるって言いやがったからな。言ってないし。GPS って言い方が悪い。何？位置情報共有アプリとか。GPS やん。ゼンリーとかさ。うん、それ GPS やん。つけさせろ。あれ怖いもん。さらおうと思ったらさらえちゃうじゃん。だから自分だけでいいやん。ああ、まあね。いいですよ。うん？いいですよ。何言うか。いいですよ。これじゃ困ることばっかりやで。ひどい動画だ。あ、やばい。腹いっぱい。腹いっぱいじゃない？お腹いっぱい。じゃあ、そろそろごちそうさましたいと思います。はい、ごちそうさまでした。というわけで今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあ、また動画撮ります。バイバーイ。